今後から違うのを起こしていきたいなと思います。その1800m の天下押し切っての G1 勝利です。どうですか、レベルコップの成長ぶり、どのように捉えました？僕が乗せていただいたのは今年のフグラリステークスからです。最初からすごくいいスキーマーでした。ここに来てまた力をつけていると思います。しかも同一年の2つの G1 を取りました。ダートのトップに立ちました。その思いからどうですか？はい、本当に初めての一周の競馬要素は結構高いハードルだと思うんですけど、このまま終わりで本当に取りましたし、堂々とチャンピオンでやっていただいたと思います。ファンの皆さんも大いに注目してました。どうぞメッセージお願いします。はい、これも僕とフグラリステークスのチャンピオンになったと思いました。まだまだこれから頑張ってくれるので、応援よろしくお願いします。おめでとうございます。